こんにちは、味噌伝道師味噌とです。今日は味噌入りのパンケーキを作ってみます。パンケーキにお味噌を入れるとふんわりしっとり、とっても美味しく仕上がるんです。材料はホットケーキミックス、牛乳、卵、白味噌です。牛乳に卵と白味噌を加えてムラのないようにしっかり混ぜ合わせます。パンケーキには甘口の白いお味噌がおすすめです。次にホットケーキミックスを加えてさっくり混ぜ合わせます。フライパンでこんがりきつね色になるまで両面焼きます。お味噌が入っていると焦げやすいので弱火で焼くのがポイントです。お好みでバターとメープルシロップをかけて完成です。それでは早速試食をしてみましょう。ほんのりお味噌の香りがしてとっても美味しいです。いかがでしたか？お味噌を入れるだけでいつものパンケーキがワンランクアップした美味しさになります。ぜひお試しください。